寝ても覚めてもイキニワールドの人生とちゃうぞ、イキニこと柏木ゆきです。今日は初じゃないですか、こんな車の助手席からお届けしてるんですけど、今日はドライブしたいと思います。イエーイ。学習してる。いつもワイドおなじみ YouTube の、 S さんが今日運転してくれるので、今日はドライブに行きたいと思います。いい天気でよかったね。よかったね。とりあえずもう日差しが強すぎるんで、まずは日焼け止めを塗りたいと思います。もう顔はもう先に今日お家でメイクしてきたので日焼け止めの塗ってきたんですけど、メイクの前に。でも全然もう最近の日焼け止めってそんな本当に浮かないからありがたい。で、この腕とかは首はこれもう大好き。私はもうジェルタイプがもうラブなんですよ。これアリーのクロノビューティージェル UVEX。 顔も体もいきます。ボディクリームより塗り心地がいいな。これ乾燥しないしね。日焼け止めは大事。もう一なんかさ、外歩くのもそうだけど車の中マジで火感じるよね。新鮮ですよね。新鮮。もう初めてぐらいじゃないですか、横に乗って。すごい一瞬乗ったとこじゃない。もうそうですよね。どうしても人数が多くて、そう、ここしか空いてないとかって思うんですよね。バッチリ。これで安心。日焼け止めをすぐね、メイクさんの前とかで塗るときね、走らないでっていつも言われてちょっと少なかったからだけど、もったいない病はすぐ出ちゃうから。いい天気だ。てか私も免許持ってるのにさ、だからドライブだから運転してもよかったんだけど、ちょっと怖いよね。怖すぎる。なんせ2015年の末ぐらいに取ったんですよ、私免許を。通ってでも結構お仕事もあるので実習は半年ぐらいかかって、そのあと最後の試験みたいなの受けるのはまた半年後ぐらいに受けたんで、結構多分計1年ぐらいかけて取ったんですけど、それ以降の6年ぐらいで運転経験はサステナブルという曲のミュージックビデオで、北海道のもう一本道、何にも車も何にも通らない一本道を運転したのだけ。あとあのバギー高知県でバギー乗った時もまあ免許あったからよかった。それだけなんですよね。だからもう今更急には絶対に乗れない、怖くて。だからなんか地元とかで最初乗りたいなと思ってた、私鹿児島で。それこそ首都高とかさ、都内はもう車多すぎて怖いよね。めちゃくちゃ怖い。本当にあの実習の時もさ、それこそ恵比寿とか品川とか目黒とか運転するじゃないですか。もう夕方なんか車すっごい止まってて、人も多いし、よく運転してたなと思って。もう一回本当に本格的になる時はもう一回だけ通いたい、何回か実習みたいな。じゃないと絶対に危ない。大好きなんだよね、ショッピングモール。なんかさ、思うとさ、行こうっていう。明日何してますか？空いてるよ、ここ行きませんか？いいよ。一番プライベートで会ってるよ、私 S さん。やばすぎ、友達ないんか。でよく本当に埼玉の某ショッピングモール行きますよね。ほぼバレたことない、いつも言うけど。1回ぐらいなかった？あのあれ、洋服買った時のレジの店員さんとすごいあの試着したり接客してもらったから、それはなんか気づかれたけど、であとカードとかも出すからもう多分確実にあれだったけど、それでももう結構何十回も行ってるじゃないですか。そうね、その1回だけ。さ、毎回さ行くお店があるじゃん。はい、食べ物、食べ物、うん、ステーキをいつも食べるんですよね。しかもその高級系じゃない、その分かりやすいザ・ステーキみたいなところ行くじゃない、うん。言われたことないね。一回もない。そこではもう店員さんにもお客さんにもそのあれとかもないよね。はい、でも私のそのオフの日の郊外ショッピングモール行きの服装があるから。ね、うん、帽子とか別に被ってないんですよ、正直。マスクは
は今のボイスとかしてるけど、なんか例えば黒のパーカーにデニムとか、なんか冬だったら、夏でももう T シャツデニムみたいな、スカートとヒールは絶対履かないですね。とかでも今も結局あのめちゃくちゃ電車乗ってるけど、電車でも本当にバレないです。今やっぱマスクしてるからみんな、もう顔見てない。買い物ねだりなのがすごい分かってきて、最近こうやってなんか忙しい予定が詰まってるとうーってなるの、なる、ね、早い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 遅いもうやだってなるけど、その例えばレッスン夕方から夜だけレッスンとかも最近多いってなると、それはそれで夕方まで何もできないタイプなの私。仕事前に何もできない、仕事終わりならすごい動けるんだけど、仕事前に何かができないタイプ。仕事の前に自分のプライベートの買い物とかで疲れたら嫌だなとか思っちゃうから、その全部仕事までの時間を潰しちゃう。そう、ね、だから何にもしてないってなっちゃって、働きたいってなる。先週がそれだった。本当に先週本当にずっと自己嫌悪。そう、一回で私山越えたんだよね。忙しさの。忙しさの。先週？うん、寝てなかったもん。寝てない。えつさ、本当忙しいとさ、すぐ忘れるからさ。先月ぐらいちょっと喧嘩したよね。私が出ればあの YouTube の確認送っといてくださいとか、これ確認なんかいけるかどうか連絡しといてくださいとか、これ送ってくださいとかを全部忘れてて。日テレのワゲットにエリート出た時に喋っていいわ。私結構ギリギリでメイクが着替えて、アクセサリー耳につけるんですけど、それをもうつける暇もないくらいだったから、打ち合わせ行ってかその本番みたいな。だから S さんにそのアクセサリーが入った袋を持って行ってくださいって言って渡したんですよ。で打ち合わせ行って、そのまま本番終わりまでアクセサリーずっと持ってた。いや、アクセサリー持ってる仕事って何？アクセサリーでも、うん、ゆきちゃんの私物かと思ったの。あ、なるほどね。取ったから帰る時まで預かっといてください。そう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 。あ、なるほど。言い訳を言うと。そういうことか。だから、あ、じゃあ。終わりまでしっかり持ってたんだ。持ってた。で、終わってからこうやって出してきた。その辺から立て続けに忘れ物。なんだっけ？4回ぐらい重なって、うん、さすがに失敗して、そしたらまあ忙しすぎてあんまり睡眠時間が取れてなかった。それは仕方ない。だ最近ないですもん、全然。ほら見て、いや、記憶力を向上するっていうお茶飲んでます。でも聞いてるのかもよ、もしかしたら。そうかな。もしかしたら最近なくなりました。そう、私のおすすめはその S さんにも言ったんですけど、LINE のリマインくんっていうね、うん、普通に友達リマインくんで検索したら友達追加できるんですけど、じゃあマネージャーさんに連絡しなきゃいけないっていうのがあったら、マネージャーさんに連絡ってこう。ポンってトークを送る。そしたら何時に言いますかみたいなの返ってくる。今日の夜10時とかにすると、その夜10時に LINE でマネージャーに連絡だよみたいなの送ってくれるんですよ。私はすっごい携帯見る人だから LINE で来ると大体見るし、あと見た時できなくても未読にしとけば、手が空いた時に、まあ、まだ LINE あれ未読あるってなって開くから、それやってから本当に忘れなくなった。もう数日後とか1週間後とかでもできるんで、めちゃくちゃおすすめです。いつもの会話ですよね。毎日仕事行く時の会話って感じだった。内容が別にその YouTube 用じゃなかったですよね。いつも話してるこの話いかがでしたでしょうか。そしてこのさっきおすすめしたとか、私が使ってるこのアリーのこの日焼け止めは、その使う目的とかによっていろんな種類があります。このアリーパッケージもね新しくなって、詳しくそういうことも知りたいなっていう方は、概要欄に URL 貼ってますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。さあ、ということでドライブ企画楽しかった。 S さんとの普段の会話が聞けて楽しかったかは分かりませんがあ、こんな感じでいつも移動してるんだなって思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで以上、柏木由紀と S さんでした。またねー。